静止型無効電力保証装置は、送電網に対し、即応的に無効電力を提供する一連の設備を言う。SVC は、フレキシブル AC 電装システムデバイスファミリーの一部で、あり、電圧、力率、高調波を調整し、電力系統を安定化する。SVC が発明される以前は同期調小器や、スイッチとキャパシタバンクなどの大型の回転装置により、 力率保証が行われていたが、SVC は内部スイッチを除いて稼働部品を用いないため静止型と呼ばれる。SVC は電力系統の力率を一に近づけるよう設計された自動インピーダンス整合装置である。SVC は主に2つの状況で使用される。送電用途においては SVC は系統電圧の調整のために用いられる。 電力系統のリアクタンスが容量性の場合、SVC はサイリスタ制御リアクトルを使用して、系統の進み無効電力を消費し、系統電圧を降下させる。電力系統のリアクタンスが誘導性の場合、キャパシタバンクが自動的にスイッチインされ、遅れ無効電力を消費し、系統電圧を上昇させる。段階的に制御される。 コンデンサバンクとともに連続可変のサイリスタ、制御リアクトルを接続することにより、振相・地合いともに連続的に制御することができる。産業用途では、典型的には、アークロなどの変動の早い重負荷の近くに配置することにより、電圧フリッカーを平滑化できる。通常、SVC は、一つ以上の固定、または、スイッチング可能なシャントコンデンサバンクもしくは、 シャントリアクトルバンクにより構成され、そのうちの少なくとも一つのバンクはサイリスタによってスイッチングされる。SVC に典型的に使用される素子として以下のようなものが挙げられる。典型的な SVC 構成の単線系統図。機械スイッチ式、リアクトル、サイリスタ制御、リアクトル、サイリスタ開閉コンデンサ。 高調波フィルタお及び機械スイッチ式コンデンサを採用した構成となっている。サイリスタによりスイッチングの一層核変調を行うことでリアクトルは可変的にスイッチングされ電力系統に対し連続可変量の無効電力を供給することができる。この構成ではコンデンサにより大まかな電圧制御を行いサイリスタ制御リアクトルにより滑らかな制御を行うことにより その合成インピーダンスを連続制御する。加えて、コンデンサのスイッチングもサイリスタ制御することにより、より滑らかな制御と柔軟性を達成することもできる。デルタ接続されたサイリスタ制御、リアクトルデルタ接続されたサイリスタ開閉コンデンササイリスタは、電子的に制御される。すべての半導体と同様サイリスタは熱を発生するため、一般的には、 雑音水により冷却される。この方式で無効負荷を回路にチョッピングすると、望ましくない奇数次の高調波が発生するため、通常は高調波、フィルタバンクにより波形を平滑化する。フィルタ自体も容量性であるため、電力系統に、数、マバーを提供する。正確な電圧調整が必要な場合は、クローズドループ制御機によって電圧調整を行う。 より複雑な構成が用いられる。遠方監視制御及び制御目標電圧値の手動調整も一般的に行われる。一般に静止型無効電力保障装置に直接、系統電圧を印加することはなく、数段の変圧器バンクを用いて送電電圧からはるかに低い電圧に下げた上で接続する。これにより SVC に必要な部品のサイズと数を抑えることが、 できるが、電圧を下げた分大きくなる電流を処理するために、導体を非常に大きくする必要が生じる。アークロなどの産業用設備には既存の構内母線が存在する場合もあり、変圧器増設コストを節約するために、SVC を直接母線に接続する場合もある。また、変圧に用いられる Y 接続単管変圧器のデルタ巻き線に SVC を接続することも、 一般的に行われる。SVC の動作特性の源である、多数のサイリスタを直列及び逆並列に接続したものはサイリスタバルブと呼ばれ、通常直径数インチの円盤状をしており、バルブハウス室内に設置される。系統電圧の変化に対しほぼ瞬時に応答ができる点である。このため、必要な時に即時提供できる無効電力を最大化するために、 ゼロ点近くで運転されることが多い。同期コンデンサなどの稼働部を持つ保証装置に比べ、SVC は一般に安価活大容量で高速かつ信頼性も高い。ただし、機械開閉式コンデンサより高価であるため、多くの系統運用者は、SVC を使用して高速応答性を担保し、機械開閉式コンデンサを併用して定常的な無効電力供給を行う。 ありがとうございます。